防衛省は大規模接種センターの予約のキャンセルが接種開始1週間で7500件近くに上ることを明らかにしました。こうした状況を受け、予約方法や予約枠を見直します。前日までのキャンセルや予約したのに当日会場に来なかった人は東京でおよそ6100人、大阪でおよそ1300人で、多い日には予約枠の2割近くに上りました。そこで1日からは接種の前日でも予約できるようにするほか、2日以降の予約枠についてはキャンセルを見込んで、東京では1日あたりおよそ500人、大阪では70人から80人程度増やして受け付けるということです。防衛省関係者はキャンセルが思ったより多く緊急に対応したと話しています。